皆さんこんにちは。ファンケル管理栄養士の鈴木です。そしてこちらが創作料理ファンケル令和本膳にて料理長を務めている糸山シェフです。どうも糸山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ファンケルのプラス一品で未病対策学べる健康食堂、6月の未病食材はオクラです。そのオクラを使ったメニュー、オクラのふわふわ卵焼きです。糸山さんよろしくお願いします。はい、お願いいたします。まずは材料です。オクラ4本、卵1個、はんぺん1/2枚、ちりめんじゃこ大さじ2、塩1つまみ、サラダ油小さじ1。ここで今月の未病ポイントです。オクラのネバネバはペクチンなどの水溶性食物繊維です。腸内環境を整える働きがあり、血糖値やコレステロールが気になる方にもおすすめの食材です。はい、では始めましょう。はい、まずオクラを刻んでいきます。4本のうち3本、1本は飾りで使います。はい、両サイドですね、上と下を外してください。こちらをですね、縦に1回、包丁入れます。もうこのままちょっと粗みじんにはなりますが、刻んでまいりますね。この時点では粘りがあまり出ないので切りやすいです。こちらがですね、飾るオクラになります。これ焼くときに上に乗っけますので。オクラはこのお星様の形が可愛いですね。そうですね、可愛い形です。そしてオクラを選ぶ際のポイントなんですけれども、はい、鮮やかな緑へ産毛がしっかりと生えているものが良いとされています。はい、次卵ですね。黄身と白身に分けますね。はい、で、卵白を角が立つほど泡立てします。いわゆるメレンゲですね。ポイントはこれ、水気があると立ちが遅くなりますので、必ず容器はしっかり乾かす、もしくは水気を拭いて、卵白を立てると早くメレンゲになります。はい、だいぶ泡立ってきました。卵白が立ちました。はい、で次ははんぺんですね。はんぺんをボウルに移しまして、フォークで後ろを使って潰していきます。こういう感じで粗いと歯ごたえが残って、細かくすると歯ごたえが残らない。今日は細かめに。そうですね、細かめにいきます。これにじゃこと、お塩、それから卵黄を入れていきますね。でこれを軽く混ぜたところで、最初に刻んだオクラを入れます。はい、でこれでよく混ぜ合わせます。お子さんがいるご家庭では、ちりめんじゃこの代わりにしらすなんかを使ってもいいかもしれませんね。そうですね、しらすの方がしっとりとしてるので美味しいと思いますよ。今度はこれに先ほど立てた卵白を足していきますね。最後に卵白ですね。はい、空気を潰さない感じで切るように、ね、柔らかく、そしてまんべんなく混ぜてください。今日は4個作ります。ですのでこの中で4分の1にしていただいて、少し温まってから入れていきますね。はい、火は弱火ですね。そうですね、弱火で結構です。丸い感じにしまして、ちょっと中をくぼませる感じが早く火が通ります。ふわふわで美味しそうですね。そうですね、でこれを上に乗っけます。飾りが乗ると可愛らしいですね。そうですね、はい、これでしばらく焼いておきますね。ここで未病ポイントになります。オクラに含まれる水溶性食物繊維は水に溶けやすい性質があります。茹でるときは丸ごと切らずに茹でてください。今回のように刻んで加熱するのもおすすめです。あと片面を、もう一回、同じぐらい弱火で焼いてください。こんがりと焼けました。でこちらが先ほど飾ったオクラが出てますね。でお皿に盛ります。はい、ね、オクラの緑もとっても綺麗です。美味しそうですね。完成しました。はい、完成しました。美味しそうですね。はい、ではいただきましょう。はい、はい、いただきます。いただきます。美味しい。オクラの歯ごたえが残って、じゃこの味と合いますね。ふわふわですし、ぬめりもあってシャキシャキ感も残っていて美味しいです。そうですね、これはお酒のおつまみにほんとぴったりですね。いいですね。今月もプラス一品美味しかったですね。はい、美味しかったです。では今回も行きましょう。今日も皆様が元気な一日を過ごせますように。せーの、今日も元気にいってみよう。次回の未病食材はトマトです。メニューはトマトと発芽米のシチリア風サラダです。お楽しみに。